美里さんが無理やり新宿に虫食べさせて。何これ美里さん、冗談でしょ。今日の料理これ。そうよ新宿くん、この世界にはもう飯という飯は消え失せてしまったわ。だからあなたはこれで栄養を補給するしかない。食べるのよ新宿くん、たとえこれが昆虫であったとしても。食べなさい新宿くん、あなた自身の願いのために。無理だよ美里さん、こんなの食べられるわけじゃない。だってこれ虫だよ、これは虫なんだよ美里さん、食べられるわけないよ。甘いなよ新宿くん、いいから食べなさい。いや、やめて美里さん、あ、やめて美里さん、もう僕ここ出ていくよ。新宿くん、待ちなさい新宿くん。ヒーンピシ、新宿くんでもこんなに嫌がるんだから、まあ、新宿は何でも嫌がるか。